JR 根室本線おぼろ駅の駅前にやってきました。与駅です。国道40号からはそんなに離れていません。これがおぼろの駅前通り。そして存在意義があるのかどうかわからないロータリー駅前通りがあります。ちょっとこの角度からは見えませんが、あの信号の横にセブンイレブンもあるという、なかなか都会です。花壇もあって地域住民の愛が感じられます。そして絵が描いてありますね。これはなんだ、ウサギ、牛、キツネ、クマと、虹が書いてありますが、青、黄色、赤、3色の虹でございます。そうか、そうか、そうなのか。そしたら駅舎の方入っていきましょう。まあ普通に与駅ですね。発車時刻表はこんな感じ。与駅、今までいろいろ行きましたけど、ここの与駅はね、ちょっと寂しい。駅ノートもない。厚岸警察署特別警戒中。おんぼろ、おぼろと書いてあります。でも、ここよりもおんぼろの駅は山ほどあります。北西とかさ、坂本なんとか、ラブ、風、安全第一。赤木信号三条かかってこいや、090-1967-1129、090-7393-1464、川口市前川 3-7-18 と書いてあります。こんなところまでご苦労様です。無念、小上崎、千方各小学校から全く先が調節されていなかった。人住んでないんですね。また来るぞ。平成19年1月16日、古事記。北海道はそんな感じですか。今から帯広へ、雨らしいけど頑張っていきます。次来た時はちゃんと一周したい、復刻と書かれています。こういう駅こそ、まあ、駅ノートを置くべきなんでしょうけれども、何分私は今日駅ノート持ってきてないです。豊頃に置いちゃったんだよな。ここでもよかったな。ただ駅ノート入れがないと、結構厳しいですね。自然の生き物にもなかなか愛されてるっぽいですね。そしたらホームの方に行こうかなと思ったけど、クモの巣があるんで裏通っていきましょう。こっちにも同じように絵が描いてあって、やっぱり虹は青、黄色、赤ですね。そうか、そうか、そうか、そうなのか。うん、こんな感じでいいかな。駅舎はもちろん一面一線防線駅。昔は2本あったかもね。あの線路の曲がり方を見ると、昔は島式の一面二線で、こっち側に線路あったのかもしれないですね。うん、まあそれぐらいですね。うん、やっぱりあの、青、黄色、赤の虹が特徴的ですね。この絵とね。なんとなくですね、このウサギの目が微妙に怖いですね。そうか、そうか。帰ろうか。